今回紹介するのはググッドズカタログという本です。原田ム氏というと少年や少女ワンちゃんなどアメリカ風の可愛いいキャラが80年代の女子学生の間で支持された文具やバッグ。 マグカップなどのグッズで知られる人ミスタードーナツの景品にも採用され人気でした当時はこのグッズをじっている女の子たちは本当にたくさんいましたデザインが良かったので欲しいなと思っていた男子も多かったのではこの本は化粧雑貨を手掛けるコージー本舗が76年に原田氏のイラストを施した オサムグッズを世に送り出して40周年を迎えたのを記念して出版されたもの掲載している商品数は多いそして商品は大きな写真で掲載され簡単なキャプションのみで本分なしというカタログ風のページが中心の作りになっていますでもグッズそのもののデザインがかわいらしく ままるるでで輸入品ののよう。そのため見ているだけでも飽きません。人気の絶頂期80年代というとまだまだアメリカへの憧れもあった時代だからこそこういう社出たグッズが人気を博したんでしょうそんな時代背景も踏まえて数々のグッズを眺めると面白いグッズのデザインは陳腐化していないので プロモーション次第では今でも再ブレイクしそうな感じですただ掲載されているグッズがいつ発売されたものなのか価格は当時いくらだったのかなどの基本的なデータの記述がないのがちょっと残念こうしたデータもしっかり載っていたら資料的か値がぐっと高まったと思います以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。